ショス、なんかです。今回はスタンドオフの立ち回りを、取っていきたいと思います。スタンドオフですね、3パターンあります。ですね、こっち側に走るルート、そしてガソリンスタンドの裏を回って、まあね、行くルートと、こっちのスナイパーとかそういう人たちをね、相手にするルートっていうのがあります。まあ、ここはね、何が多いかっていうと、段ボール裏ですね、ここの、バンニーさんが、結構いるんですよね。ここの番人さんはまあ高さが分かってたらそのまま水平打ちでねダーってやればいけるんで、まあ言うほんそうでもないですね。あんまりそんなに言うほど強敵ではないです。あと今さっきみたいにねこのような感じでやってもいいですし、フラグで飛ばないんだろうな。飛んじゃった飛んじゃった。あ、いるいる。あー、いますね、バンニーさんが。バンニーさんが、たとえLMG の方でも、塀があるじゃないですか。あそこの塀からね、抜けるんで、まあ、ぜひね、FMG つけたりしてる人は、やってみてください。まあね、フレンドとね、ちょっと練習がてらやっても全然いいと思います。ちょっと奇襲を狙ってみたり。はい、の。おー、ナイス味方。で、ここからよく来るんですね。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 いるんですよ。で、ここクリアしたら、で、裏に回りますよ。相手のリスポーンが変わってるんで。おっと、危ない。ちょっとバレてる。いけるかな。あー、ちょっと、スナイパーさんが上がってきてるんで、ちょっとここ放置ですね。まだここリスポーン変わってないんで、ここでちょっと戦いたいと思います。よいしょ。うん。UAV 行きましたね。味方は、ん？あ、敵さんあっちなんだ。おっと。これはもったいないな。ちょっとここで頑張ってしましょう。と思ったら、全然こっちじゃない。おっと、そういうパターンか。なかなかの変化球だった。というわけで、こっち裏来ましたね。裏来たら、あれなんですよ。ここは、無防備ですね、皆さん。おやりますね、いいですね、銃声を聞きつけて、ね、帰ってくる SMG。いいですよ、ちゃんと、ね、そういうのを見てたり、聞いてたりすると。おっと、あ、番人がいますね。ああ、もう番人倒したいんですけど、もうここは軽くね、これでいきましょう。番人、あ、中だな。なんか、おろろ、落ちてきたぞ。なんか、危ない。なんか落としたんでね。よっ。いったいった。お、味方大丈夫か。あ、どうしよう。あー、ダメか。これで抜けたらね、よかったんですけど。庭の方にいるんじゃないかな。庭かちょっとその奥かな。あー、分かってたのに。間違えて。変なとつり方しちゃった。で、こっから、よくこっからリスしますよね。ここから、ね、真ん中にバーって走っていって、ね、死んじゃうって多分多いと思うんですけど、あんまり、あれですね、おすすめできませんね。なかなか、あそこの真ん中走って、相手の、こうね、こう例えばですよ。こうやっていくんでしたら、まずこっちの敵をね、確認しましょう。こっちの敵を確認していないなって思ったら、こっち。で、進みます。おっと。彼はよくここから出てきますね。確かに裏取りしやすいんですけどね、あそこ。今の運が良かった。あれ？お、一掃しちゃったから、戦車です。戦車。間に合わなかった。お、危な！自分のフラが一番強敵ですからね。何を、フラジャケ着ようが何しようが、彼は無情非に、ほんと、無慈悲に。あ、裏、回ってる。あ、よし。という感じで、ちょっとなんかね、感覚的なことが多いんですけど、まあ、ほんと感覚で覚える感じでね、やってもいいと思います。もう頭でね、考えるんではなく、もうなんか、感覚を研ぎ澄ませましょう。はい。というわけで、スタンドオフの立ち回りの動画でした。まあ、皆さんもね、いろいろ気をつけて頑張ってみてください。それでは次回もかかってこーい。